大偉業のかかった最後の戦いを前に石川が仲間にかけた言葉は。成城の仲間たちが石川に教えてくれたことだった。もし勝った大会だと思うので、やっぱ楽しんでバレーボールやった方が自分たちも力出ますし、そういう結果につながるっていうこともそこで学びました。環境は変わってますけど、そこは忘れずにやってきてはいるので、またより一つ深い楽しみを自分で見つけられたらいいなというふうに思います。今大会また新たなスターがここから生まれる。